国を制覇し、あとは九州と関東。ついにできるな、俺たちの家が。家？いきなりどうした清正、海風にやられちまったか。バカ、例え話だ。秀吉様が土台で、利家殿が大黒柱。頑丈であったかくて絶対に壊れない家だ。清正、ならば家康は何になる。奴は我らの家に必要なのか。ああ必要だ。家康殿は壁、家を守り諸大名に睨みを聞かせる壁だ。その壁は本当に我らを守っているのか。我らを分断し動きを封じる忌まわしき壁ではないのか。おいおい二人ともなんか怖えよ。戦に勝った後ぐらい仲良くやろうぜな。そうそう聞いてくれよ、この間義継と話してよ。あいつマジでいいやつ、三成にもったいねえだぜ。俺が幽霊とか言ってごめんなって謝ったら3年以内にたたってやろうか。だってマジ超ウケる。それって何気に怒ってないか。え、そうなの